前回のカツクラ、本日はウィザー一気に討伐大作戦。そんなわけでマグニドズポンたちに協力を要請するんだけども、ただ倒すだけじゃちょっと違うよな。そんなわけでドッキリを仕掛けてみることにした。そう、地下の方に大量の鉢を埋め込んでおくんだ。これをウィザーの爆発でドーンと解放させる予定。味方にもなるし、打ち込んでしまえば敵にもなる。さて今日はどんな戦いになるんだろうか。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。カズクラでございます。今のダメージは何だったんだろう。はい、というわけで本日はですね、ウィザー一気に討伐編でございます。いや、すげー大変だと思うんだけど、何体がいいと、一人体だと4ウィザーはしんどくないか、さすがに。みんなカチカチ装備にはしてるけど、危なくないかこれ。4ウィザーは。ほんで今日、参加メンバーはですね、ドズポン、そして、こちらの島から、マグ兄さんとなっております。なんかめちゃめちゃと、なんか飛び方が今変だったんだけど、エンドのやつは関係ないよな。若干なんか島の挙動が怪しいんだけど、なんか変にね、なんか距離が今ビューンって伸びたんだけど、大丈夫かな、落ちねえかな、大丈夫かな今日。いやー、すごく心配でございます。でそろそろね、あのお三方が来る予定ですので、一旦ちょっと、切って、打ち合わせしてからまあ挑みたいなと思います。というわけで8出てきた時どうなるのか期待でございますね。ほんで今回ですね、まあ途中までは通話していこうと思うんだけども、ウィザーの頭を置く時はもうそれぞれのチャンネルでね、あの音声もうつなげません。あのどういう風にみんな喋りながらね、あの戦っていくのか、そしてみんなの視点のね、なんか驚きなどをなんか他のチャンネルで見れたらなということで、あとはまあ他のチャンネルのあの軽いねマイクラ先輩からのなんだろう、再生回数なんだ自分も伸びてほしいけど、他の人たちも伸びてほしいからね、まあそういった企画でございます。優しいな先輩カズクラ。バファリンだな。なので今回ね、ぜひあの概要欄に、他お二人のチャン あると思うんだけど、ドズルも撮ると思うんだけどな、あの他の視点ございますので、ぜひそちらね、あのチェックしてください。多分全員が全員面白い反応すると思う、我は。はい、というわけで、あのボンジュールは寝てますっていうのすげえ圧力が、一旦寝るね。うん、重たくて全然寝れねえ。あー、よく寝た。ではね、また後でお会いしましょう、カズクラ。はい、というわけでどうも、カズクラでございます。本日はウィザー討伐戦ということで、お三方をお呼びしたいなと思います。ではまずは M さん、 M さんどうぞ。どうもー。あー、やってきました。どうも、本日はよろしくお願いします。お願いいたします。なんかマグ兄さんが来てからね、あのマントの色が変わったんだって。感染するの、伝染するのね、これ伝染するってね、初めて知った。ね、かっこいいでしょ。というわけでよろしくお願いします。はい、本日あのウィザーがいっぱいいらっしゃいますので、いっぱいいるの、やばいっすね。いっぱいですね。そして次はですね、あの新生来た。なんかバグであるみたいですね、バグで。バグっぽいですね。スキンバグね。いやー、今日はですね、皆さんで、はい、ウィザー討伐の方をしていただきたいなと思いましてね、やった、いろんなものを用意しておりますので、また皆様やった、はい、ボコロ、はい、よろしくお願いします。お願いします。そんな次、マグ島行っけ、マグ島、みんなでマグ島、マグ島いいっすか。そんなちょっと皆さん、はい、こちらの方にどうぞ。はい、さあついに、そうなんですよ、やっぱり
まあ、装備が重要かなと思いまして。装備、あらら、そうそう、ちゃんとご用意したんですよ。ちょっと裸で行くつもりでした。ウィザーはダメだって、裸は裸はもう いるだけ邪魔になれる。ちょっと待ってちょっと待ってな、そういえばな、そんなことあるの？ひどいよ。待ってな、ウィザーはドズポン島に、はい、そういえばあのウィザーの頭を置いてきちゃったから。ウィザーの頭ありますね。あ、それ回収するんですね。これちょっと今ちょっと回収していきますね、これ。そっからスタートなんですね。残ったダイヤもらっていいんですか、あれ。残ったダイヤはあれ、献上物でしょ、ヒカキン君への。あ、そうです、僕たちの、僕たちのダイヤ、僕たちのか、あれ。そう、飾っとかないといけないんで。そうですよ、ちゃんと神々にはね、ちゃんとやっとかないといけないので。神々神々、あ、ゴマスルで有名ですから、僕たちは。はい、あー、するのはね、得意だからね、みんな。スリスリしましょう。はい、ほんなら、今ね、こっち3ボックスあるんですけども。おー、かっこいい。もうそれぞれに、装備あるので、どれか選んでください。やった、どうぞどうぞ。中が違うんですか、お二人から。中が若干違うぐらいで、まあ、違う、どれもある程度です。なるほど。マグニーさんから言ってください。あ、そうです、はい、もちろんもちろん。本当ですか、お願いします。それでは、ここはもうここ。あー、なかなか、うんうんうん、いい、おー、まあ、ちゃんとついた剣だ。うんうん、こうか。ゴーさん行きます、行きますか。はい、どうぞどうぞ。二択よ、この黒いの、黒いの、黒いの行く、黒いの行く。あー、お目が高い。あー、いい、お目が高い。いいですよ、ここ。股間がちょっと弱くないですか。股間弱い。大丈夫ですか。いや、全然、うん、なかなか。ありがとうっすわ。全ボックスにウィザーの頭があるのがちょっと怖い。気になります。それぞれ一回呼び出さないといけないんじゃないの。はいはい、じゃあ、ドズ選手は真ん中の、はい。さすがですね。お、あの剣が一番いいやつです、ここは。あ、剣が一番。無視ゴロス、無視ゴロス、これいいな。特攻5がついてますよ。そう、唯一の特攻5がついてる剣が、ね、この中に。すごいすごいすごい、収められておりますので。あいつ虫だっけ。最近の研究で虫って分かってますね。あー、はい、すごいね。そんなだったんだ。そう、ウィザーはね、あの虫かもしれませんので。お、この中で誰だ、ゴミ置いていくの、この中に。あ、ゴミ置いてくる。なんすか、なんすか、それ。ゴミは、この中なんか怪しい人がゴミ置いていくやついるぞ。待って待って。持ちきれなかった。ゴミ置いてって。ちょっと。ちょっと待って。重くなって、待って、落ちたぞ。落ちました。僕も落ちました。みんな落ちた。嘘、僕は大丈夫だ。これ頭も、あ、個別で持っていった方がいいか。頭持ってきた。次にドズルになったスキンが。あ、本当ですか。あ、本当だ。なんなの君たちは。あの時の画面だとでもボンさんっすね。なんかドズルになった。すごいね、通り合いすぎてるじゃないですか。ぜひうちのね、うちらのチャンネル見に来てください。ドズルチャンネル見てる人はぜひ。お願いします。よろしくお願いします。すごいことになってますから。はい、では皆さん、頭も落ちましたね。オッケーです。落ちました。いきますよ、皆さん。お願いします。はい。こっちでーす。よろしくお願いいたします。こっちでございます。いいですね、このね、回復の矢がすげえ効きそう、あいつに。そう、効くし、うちらにもね、多分効くと思うんだ。うん、こっからね、ネザーの世界に行きますよ、皆さん。はい、怖いな、落ちそうで。怖い。順番に行った方がいいか。重たいんだよな。あ、確かに。はい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 、ネザーに入れば多分大丈夫だと思うけどな。うん、はいはいはい、みんな、あ、来た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 、よいしょ。な、みんなこっちです。はい、はい、こちらです。やべ、真下にガストがいるからマジ撃たれんなよ。マジ撃たれんなよ。やべえ、正面にいたけど。目の前に撃たれてる。怖え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 。こんなことある、撃たれますよ。早く、はい、来てみんな。正面で折りすぎだろ、あれ。ゲート閉じたら嫌だからね。あ、みんな一旦ここで寝て、今のうちに。早くこっちこっちこっち、逆逆逆逆逆、こっちこっち、今のう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 ち、寝て寝て、リスポーンポイント設定。やった、カズクラ、はぁ、よく寝た。さあ、というわけで、はい、多分これで一旦マグニーさん、ちょっと、うん、マグニーさんは何持ってる、弓矢。
弓矢すげえなるよ。パワー、パワー5。パワーついてるから優しいパワーで打ってみて。優しいパワーで。パワー 5ついてるよ。うん、いや優しく優しく優しくって優しく。優しくね。あ、優しく。あ、ダメージ受ける。あれ？でしょ？でしょ？いくよ、ちょっといくよ、みんな。お願いします。どう？あ、ちょっと受けますね。あれ回復しないんだ。切れました。なんか残留するな、そこに。すぐ回復しました。一回食らうんですけど。あ、うん、回復って感じ。あ、今ならある程度体力あったら回復できるかもしれないので、はい。はい、まあうまいことやりましょうか。わかりました。じゃあ皆さんこちらにどうぞ。はい。え、エンドなんすか？あ、違う。エンドですよ。よいしょ。よっしゃー。うわー、怖っ。来たかな？あ、来た来た来た。やっぱエンドが一番迷惑にならないっていうことで。そうですね。他を潰さなくていいんでね。はい。あ、ちょっと目も合わさんでね。目も合わしたら嫌よ。それでやられる可能性ありますから。はい。こいつら強すぎるんで。おお！ほんでですね。台座がある。はい。あれ、みんな、あれ動いてない。大丈夫かな？重た。うん、重たいね。これはやばい戦いになるよ。ちょっとこっちまで来て。この台座のところまで。はい、で皆さんですね、この頭3つ置くと起動しちゃうので、はい、頭を2つ左右に置いてってください。わかりました。間違えて、左右に2つ、真ん中置いちゃダメよ。もう真ん中置いて OK ですか？ちょっと待ってください。ラグ差が半端じゃねえぞ。 OK です。なるですね、はい、ちょっとここからですね、はい、倒すまでディスコードを切っていきたいなと。え、そんないきなり面白い企画。純粋にみんなの反応を楽しみたいっていうのもあるから。あ、それぞれでね。確かに会話になっちゃいますもんね。 それぞれのチャンネルでさ。わかりました。それはだから、え、怖い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 、このカズクラがあのブロックを置いたら、はい、みんなで置きに行くっていう、同時に。あ、わかりました。あ、なるほどなるほど。うん、オッケー。倒しとけばいいのね。了解。で倒したら、4体全部倒したら戻すということで。4体全部倒したら、わかりました。うまく連携を取って頑張ります。はいはい、そんな形で皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。では、一旦切りますね。じゃあ一旦切ります。はい、一旦切ります。はい、一旦切ります。ではブロックを置きますよ、皆さん。ブロックのほど、おもうみんな蜂のこと知らんからな。いきますよ、せーの、ドン。はい、みんな行くよ。はい、はははは、重たい。さあ、というわけで、蜂さんがいるところですね、まあ、あっちの方なんですけども、みんなちょっとこっちの方にね、おびき寄せていきたいなと思います。あ、ダメかな、あい、初心者いるかな。こっち来いって、みんな、こっちこっちこっち。もう重たい。こっち来いって、みんな。あ、やべ、間違えた、変なとこ。ちょっと、ここ落ちたら終わるぞ、これ。やってきた。みんなこっちに、みんなこっち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 、マグに来てくれ、マグに。みんなこっちだって、来るべきは。みんなこっち来てくれって。みんなこっちだって。ちょっとみんな、おみんなこっちなんだって。めっちゃ真面目に戦ってる、めっちゃ真面目に戦ってる。マウニこっち来いって、マウニ。ボンジュールもこっちなんだって。おい、こっち来いって、画面にみんな映りに来いって。あ、穴開いたかもしれん。あ、オッケー、ナイスここなんだって。もう開封する、うちが開封する。いでよ。いでよ。やばい、重すぎて。すごい。ダララン、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 ダララララララ。やばい、これ弓で打ったらまずいぞ、これ、とずる。マジで。やばいって、これ売ったらやばいって。もういやー、これみんなどういう反応してんだろう、これ。いや、これさすがにびっくりするよな、これみんなの前で起きると。これどうすればいいんだって、びっくりするよな、みんな。畑作ってないか、こいつ。ボンジュール、ボンジュールだ、どうもでーす。何やってんだ、こいつ。畑作ってんじゃねーか、畑を。何やってんだ、こいつ。わー、ボンジュール畑。ちょっと上を見ろって、上の戦いを見ろって。これ上の戦いをさ、
ほら、頑張ってんだって、ハチさんが。待って、これ頑張るか、これいっか。えい。待って待って、見切った、見切った。今ね、ハチに任せてる間に、ちゃんと真面目にね、見切った。よしよしよし。よし。よしよしよし。あ、危ない危ない。逃げて、みんな。あ、爆発、なかなか爆発しない。あ、終わった。やったやった。はい、残り残り残り、みんな残りは残り、あれ残りのは、あっこにめっちゃ群がってんだけど、あれあれだよな、絶対あの包まれてるやつあ、ナイスナイス、戦ってる戦ってる、ちゃんと確実に。おしおし、ナイスナイスナイスです。遅延がなくなってきた、こっち遅延が、遅延がねえぞ。あーしよ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 し、オッケー。あとはね、こっちに待てよ、カズクラ。あ、いった。あ、まただ、また目やっちゃった。あ、あ、行く行く、ちょっと待って、危ない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 。あとはあれだよねあれだよね、うんめっちゃ追われてるやんめっちゃ追われてるちょっと待ってちょっと危ない危ない危ない。どこ行った。いるねいるね、ウィザーは。あ、半分行くぞあいつ。待てよカズクラ。なになになになんで、うち、ちょっと待って待って、上にいいんだって。半分になってさ、あ、来た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 。ナイスナイスナイス。よしよしよし、あと一体どこ行った。あ、いた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 。こいつどうすんだこれ。こいつがね、変なとこ行ってもうてよ。え、どこ行っただ。奈落行ったよなあいつ。ダメだあいつ。でももう終わる。うわー、もうちょっとなのに。一旦つなぎますかね、回線を。あ、カツさんどこ行きました。あ、皆さんどうも。終わったんですね。もう一点がですね、もう奈落の底に行ってしまいまして、はい、やっぱりちょっとこっち来てください。ちょっとこっち。わかりましたわかりました、行きます。遠く行っちゃったんだね。奈落、蜂に襲われてあもう残り体力4分の1まで行っちゃってんのよ。あ、そうなんだ。わろた、わろた、すごかった。ハチ半端ねえ数出てきた、わろた。なんで俺だって思ったらね。ハチがもう。綺麗やったやろ、あれ。綺麗やった。ちょっと待ってね、ちょっと助けれるかちょっと見てくるから。あ、オッケー。助けるってのもおかしいんだけど。助けるっていう概念。助けに行った。いるんだって、ここに。そっちまで行っちゃうと。多分こっち来ないよ。あ、待って、来れるかもしれん。本当？あ、確かに。なんか攻撃はしてきてますね。すげえな。攻撃はしてきてる。めっちゃ重かったけど、だんだん軽くなりましたね。軽くなりましたね。うん。あ、来たかもしれん。もうちょっと来れるかもしれん。来い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 。頑張れ。お、見えた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 。撃つよ。見えた見えた。あー、もうでも半分以下なのか。こっちだって。イエスイエスイエス。おいやつおいやつ。お前こっちだって。そうなん。こっちなんだって。お前、蜂にポッコポコにされてねえ、もうビビっちゃってんじゃない。嫌でしょ。トラウマでしょうね。あれはひどいよね。あれはトラウマだよね。映画のワンシーンかと思ったやろ。映画のワンシーンよ。しかもなんかスローでかっこよかったよね。確かに。重いのが逆に。重いのが逆に。虫の大群ってあんなんだなっていうニュースで見る。あ、そうそう。バッタが大量発生したとか、あんな感じだもんね。うん、やばいやばい。ちょっと寄ってきたけ。若干ですけど、まだこっち来る気配ないですね。一発殴ってこれない。な、殴ってくるか。そっか、うち殴ってくるか。なら、あ、しゃ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 、当たったよ。来ました来ました来ました。今度どう。はい、移動してます移動してます。あれでもこっちまで来ないですね。え、なんか動きは変わったんですけど。花火あれば俺も飛べるけど。あ、マギーさん、はいはい、はい、花火。あ、危ねえ。
あっぶれあっぶれエイムはこっちなんだよな、完全に。おっしゃおっしゃおっしゃ、あ、当たった。あ、もう絶対無理絶対無理絶対無理だね。 あと一撃、あと一撃、あと一撃。カスさんたちの影すら見えない。もう我々体力ゲージすらなくなってます。あ、倒した倒した倒した。さあ倒した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 。ただね、今もう自分がどこにいるかわからんのや。そうそうそう、映像です。気をつけて気をつけて気をつけて。あ、待って、行くかもしれん。あぶねあぶねあぶね。わあ、帰ってきた。勇者の帰還、勇者の帰還。お疲れ様です。いやお疲れ様でした。うわすげえ。上と下がわからんくなった今。危ないねえ、地獄だったね。さあ、というわけで、まあ、討伐無事4体クリアしました。やったー、ありがとうございます。お疲れ様でございました。素晴らしい、お疲れ様でした。どうでした、皆さん。ちょっと皆さんの反応がすごい気になるところでございまして。いや、そりゃそうですよ。気になるな。びっくりしましたよ。いや、もうドッキリ企画をね、ちょっと仕込んでおりましたので。ドッキリすぎたら想像してなかった。なんか、あの、蜂が出てくる前に2体ぐらい蜂がいて、うん、そうそう、あ、同じやべえ、なんかちっちゃい蜂出てきてると思って、うん、はい、会話してたんですよね。その後ね、多分600匹ぐらいいたよね。あの、1時間以上かけてね、あの、花 2,3000本消費させて、多分クリアしましたので。絶対な、600以上はいたよ。すごい数だって。あの、私の検証結果によると勝ちだけでウィザーは倒せるということになりましたので。そうですよね、はい、はい、倒せますね、うん、倒し、倒せますよね。倒し切るとこまで行けましたので、ぜひ皆さんもね、お試しください。ワールドシルクの戦争で。わけわからん研修。で、今回多分あの全員のチャンネルの反応がね、すげー楽しみなので。そうですね、はい、うん、一人おかしな人いたんだよな、うん、あれ、うん、なんかおかしな、ね、まあね、やつもいたからね。ボンジュール、ボンジュールだ、どうもです。おかしなのがいたんだよな、うん、誰かのチャンネルに、うん、ぜひそちらも。まさか仕込んでくるとは思わんかったで、うん、ボンジュール、ボンジュールだ、どうもです。また皆さんの、リンクは概要欄全員載っておりますので、ぜひ皆さんの視点、はい、ご視聴くださいませ。よろしくお願いします。というわけで、またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。てな感じ。おわ、ちょっとそういうのいらない。そういうのいらないって。最高じゃないのよ。いらない、そういうの。わざとで、挨拶したら絶対わざとでしょ。もう。もう。はい、という感じで、お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでね、本当お三方のやつ絶対楽しみな反応になってるかと思いますので、また皆様何卒よろしくお願いします。いやー、楽しかった。非常に楽しかったわ、これは。でも蜂ほぼ全滅したね。というわけで、本日はこんなとこで、またお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。